1648回始めます。9月30日土曜日に入ったところです。今もう2時過ぎたかな。はい、ね、何でしたっけ、見ましたよ、ガイアの夜明けね、ガイアの夜明け、ああもう午前2時半だわ、ガイアの夜明け見ました。ドン・キホーテやってました。独占ドン・キホーテの新戦略っていうことでね、私も月に、あ、月、そうだな、2ヶ月に1遍ぐらいかな、ドンキ行きますね。ちょっと私はね、あるもの、が安く売ってるんで、2ヶ月に1遍ぐらいのペースで行ってるんですけど、まあ行くとね、そのお目当ての商品、まあ1個あるんですけど、それ以外でね、やっぱり買っちゃうね、ドンキ。やっぱり余計なもの買っちゃうね。はい。まあまあまあ、完全にね、ドン・キホーテの戦略に乗っちゃってるっていう感じなんですけど、強安の殿堂ね、強安、驚きの安さの殿堂、ドン・キホーテっていうことで、国内外に594店舗あると、何でも安いと、品揃えも豊富っていうことで、もう最近だとね、外国人観光客もね、殺到してるっていうみたいですよ。本当に多いみたいです。まあ、我が身が、今ここ我が宮城県ね、宮城県南部の廃屋から喋ってるんですけど、宮城県のドンキにはあんまり外人いないんですけどね、まあ観光客あんま来ないんですよね、東北地方ね。今インバウンドだなんだって言って、まあ東京とかね、関西の方とか福岡の方、なんかずいぶん、まあ北海道もそうですけど来てるみたいですよ、直視的には。ただ我が宮城県にはあんまり来ないね、観光客。まあまあまあいいや、これがね、ガイドブックにもね、ドンキやっぱり載ってるみたいでね、ずいぶん外国人が殺到してるみたい、人気スポットになってるみたいですよ。で、なんと今やこのドン・キホーテグループ売上2兆円に迫る1兆9368兆8億円。まあ、次期2兆円ですよ。ね、売上2兆円って言ったら大流通企業ですよ、これ。本当に。ドン・キホーテがなんと今までにない店に挑戦してるということで、その名もドミセっていうことでね、新業態。ドン・キホーテオリジナルのプライベート商品ね、ばかりを集めたお店っていうことで。まあ、ただでさえね、強安の殿堂、ね、全てのものが安いというドン・キホーテだけども、その中でもプライベートブランドね、まあ、イオンで言ったらトップバリューね、伊藤洋華堂グループ、セブン&アイで言ったら、何でしたっけ、セブンプレミアムか。声優で言ったら皆様のお墨付きみたいな PB ブランドね、プライベートブランド。このドンキの PB ブランド、何でしたっけ、情熱価格。この情熱価格のね、ドがついてるね、ドンキのドなのかね、知らないけど、ドがついてるやつですよ。情熱価格の PB 商品、それだけを集めたっていうド店、これをね、今作ってるみたいですね。はい、ドン・キホーテオリジナル PB 商品ばかりを集めたお店、これを、どんどんこれから出していくんじゃないですか、お店を。はい、で、まあこのガイアでね、ガイアの夜明けで紹介されてたのがメガドン・キホーテ大森山王店ということで、東京の中でも最大規模の店舗じゃないですか、ここ。東京都大田区、斉藤店長さんいましたね、店内紹介してました。で、フォロワー 1.5 万人のラッコママさん、この方ドン・キホーテのね、食料品中心にね、いろんなね、ドン・キホーテの、商品をね、情熱価格の商品だったり普通の食品をね、紹介してるみたいですけど、フォロワー 1.5 万人、すごいですね。で、その方の、ラッコママさんの買い物に同行すると、まあ、サバ缶とかウインナーとか買ってましたね。この方ほとんどドンキで買ってるじゃないですか、食料品ね。一家何人だか知らないけど、ね、言ってましたね、ドンキ、普通の何、食品企業じゃないから安いのはいいんだけどあんまり美味しくないのかなと思いきや、そこそこ美味しいみたいなこと言ってましたね、このラッコママさん。はい、私もね、あそこも本当ドン・キホーテもね、なんだ、化粧品から一般雑貨から洋服から靴下から下着からアダルトものからオーディオ機器から、何でも売ってるね。入浴用のなんかね、ものとか、何でも売ってる。食料品まで売ってるとね、トイレットペーパーとかも、
何でも売ってるからね、思わずね余計なもの買っちゃうんですよね。はい。で、私も食料品買っちゃいますね、思わず。うん。はい。で、まあ番組の中で、ね、プライベート商品の企画担当、企画開発担当の渡辺智成さん、この人なんか食品部門のヒットメーカーみたいで、紅生姜せんべい、紅生姜せんっていうのかな、これヒットさせたみたいですね。私は紅生姜せんとか買う気しないけどね。うん。あと、かける紅生姜っていうのを売り出してましたね、今回ね、番組でやってましたけど。かける紅生姜ね。うん。液体状って言ったらいいのかな。うん。はい。で、ドン・キホーテね、いろいろね、お客様からのね、クレームというか、ダメ出しというか、そういうの、ダメ出しの伝道っていうコーナーがホームページのところにあるんだけど、このコーナーから、お客さんから、いろいろ言われた内容を元に改善して、商品を作り直したりもしてると、みたいなこと言ってました。で、私、この番組みたいなの見て驚いたっていうかね、ドン・キホーテね、うん、本当に、まあ今に始まったことじゃないですか。もう5年10年ぐらい前からずっとね、右肩上がりで成長してる企業なんで、ね、流通グループ、圧縮陳列、うん、から始まって、今までのね、例えばイオンとかね、ヨカドとかセブンとか声優とかそういうのと違って、まず陳列方法が違うね。あとポップ、随分多用してるね、手書きとかね、目立つ説明とかね、商品名とか目立つように書いて、手書きのね、ポップとか有名ですよね、特徴。もう5年前、10年前、もっと前ぐらいから言われてるんだけど、ここの社長さんって見たことなかったね、確かにね。そしたら今回出てきましたよ。社長さんっていうか創業者？うん。創業者。ドン・キホーテの創業者。安田隆夫さんね。この方、もう、74歳って言ってましたね。この人、まあ、番組の中で初めて独占取材みたいなのを受けたって言ってましたけども、まあ本当だと思いますよ。この人ほとんど出てこなかったですね、今までね。うん。まあ一見ね、怖そうなっていうかね、悪そうなっていうかね、雰囲気ですけど、喋ったりしてる、話してるのを聞いたら、いや、すこぶるまともな創業者でしたね、やっぱりね。うん。まあドンキをここまで大きくしたっていう感じのありました。うん。で、謙虚でね、意外にね、見た目と違って謙虚で、いや、すごい創業者だと思いましたよ。うん。見た目はちょっと怖かったけどね、大きくて。この方、シンガポールに拠点を移した後も、まあ年に100日ぐらいは日本に滞在してるということで、まあ生活のベースはシンガポールに移してるんでしょう。でも直々やっぱりね、創業者っていうことで、まあ今も会社でまあ影響力あるんでしょう、かなりね。うん。経営とかは主にね、若手っていうか、後継者とかもいるんでしょうけども、まあまだまだね、店舗とか顔出して、うん、いる感じでしたね。1978年29歳の時に、泥棒市場っていうディスカウントストアを、開業してると。で、1台で2兆円に迫る、うん、大企業にしたということで、今渋谷の道玄坂通りっていう、道玄坂のあたりに道玄坂通りっていうビルを建設中っていうことで、もうできたんじゃないですか、おそらく。で、テナントにドミセね、ドン・キホーテのプライベート商品、情熱価格っていうね、プライベート商品だけを集めたお店、ドミセ、これをテナントに入れたということで、で、道玄坂通りに、割と何階って言ったかな、20何階だか30何階だか、まあそんな高いビルじゃないんだけども、まあ渋谷にね、これだけのビルあったら目立つと思いますよ。はい。で、渋谷は私たちの未来をね、想像する場所と。うん。面白いし楽しいし、何より幸せになれる。そんな場所にしたいっていうことでね、このビル。うん。道玄坂通りっていうね、ビル名。ね。ビルの1階がなんかね、こう、なんていうのかな。通路みたいになってるのね。うん。まあ、あっちからも入れる、こっちからも入れるみたいな、このビルの中に入れるし、通り抜けもできるみたいな、面白い発想してましたね。やっぱりね、社長はね、うん、発想が豊かだしね、面白いしね、遊び心もあるし、いや、大したもんですよ。うん。やっぱりドンキ、あそこまでの企業に
大きくしたっていうだけの、ね、創業者ではあるなと思いました、ね、一見見た目はえっていう感じしましたけど、ド派手な格好してね、うん、成金趣味みたいな感じしましたけどもね、できる創業者だなっていう感じしましたね。初めて見た、うん、私もこの安田隆夫さん、うん、ね、あの今までずっとメディアとかあんま出てこなかったんじゃないですか、ね、あのドン・キホーテっていう店名で有名ですけど、企業としてはね、あの持ち株会社かな、パンパシフィックインターナショナルホールディングスね、ここ有名、PPIH っていうのかな、うん、ね、株もね、右肩上がりですね、本当にね、投資家からの評価も高いっていうことで、ずっと来てるってことでね、外国人からも人気っていうことでね、あのやっぱりね、あのドンキはやっぱり氷の中ではね、うん、まあ圧倒的な存在感ありますよね、うん、見てると私もなんとなく買いに行っちゃう、うん、たまに2ヶ月に1遍ぐらいだけど、ある商品を目指して、うん、私お気に入りっていうかね、安いんですよ、その商品が1個だけ、うん、なんでね、うん、まあ、定期的に使う商品なんでね、隠すわけじゃないんだけど、うん、買いに行ってるんですよ。その時やっぱりね、ついで買いでね、余計なもの買っちゃうんだな、うん、はい、っていう感じでした。私はこのね、ガイアの夜明け見て、この安田さんね、この人74歳この人にびっくりしたっていう感じですね。初めて見た、うん、ほんとこの人出てこないよね、はい、よかったなと思いますよ、この人見ただけでも、うん、この番組見て、はい、ということですね。ドミセこれからどんどん増えていくんじゃないですか。でドン・キホーテもね、今2兆円弱ぐらいの売り上げですけど、まあ数年以内に必ず、もう早くから来年ぐらいに2兆円超えるでしょう、売り上げね。そしたらもう日本の中でもね、もうひときわ存在感のある大流通企業になりますよ、うん、頑張っていただきたいなと、うん、思いました。はい、安田さんまだまだ元気でね、まだまだ日本の小売業界にね、いい影響与えて、日本元気にしていってもらいたいなと思いました。終わりたいと思います。ガイアの夜明け、ドン・キホーテ面白かったです。チャンネル登録、再生リストの利用お願いします。失礼します。